今これから白くさせたいなっていう。あっちゃーやだー。確かに変えてない。でライターをしているアイナです。やっほー、こんにちは、タマです。よろしくお願いします。3歳です。アイちゃんと3年くらい一緒にいます。アイちゃんが大好きです。基本もう毎日持ち歩いて、土日休日一人で遊び行く時とかでも入れてます。必ずバッグの中に1ヶ月に1回とかですね。乾かすとその間外に行けなくなったりとか一緒に寝れなくなったりするので、何の予定もない日によしと思ってやるっていう。そうですね、真っ白にできればいいなって思います。背中が特にこう脱ぐとこの境目が分かるくらい真っ黒になっちゃってて、ここをこう白くさせたいなっていうのがありますね。書くよ、たまちゃん。今から28年12月24日女の子、24センチ、お尻が11センチ、15。君何？あいちゃんと遊ぶこと。そう、過去ね。こういう動きを用意してるので、ここをパンパンにすると他の子とかは全然動けなくて、控えめにこの腕と首はしてほしいかもしれない。今これから入院します。じゃあ頭いくよ。もうどうしよう、泣きそう今どうしよう。だってこうするんですよ。でこうですよ。タマごめんね、ごめんね、タマ。あっちゃーやだー。おいあっちゃあっちゃ、包んじゃった。どうしよう、マジかすいません、こんな時間かかっちゃって。入れます。ごめんね、元気でね。みんな許さない。ごめんね、許して。ちょっと今日仕事できるかな。とりあえず2人と喋りながら仕事します。大丈夫？大丈夫ないです。なんでも席戻ってもたまいないんですよ。いないよ。家帰ってもいないんですよ。何してるって。かわいい。やっと到着したみたい。やっと到着したの？かわいい。剥がされていく様子が。一番かわいい。よかったじゃん、元気にしてるって。なんか人気者な感じがしますね、やっぱり。人気者になるでしょ。喜んで。私は洋裁の専門学校に通ってまして、卒業後ですね、婦人服とか紳士服のお直し屋さんに勤めてたんですね。ぬいぐるみの修理のお客様がですねいらっしゃって、お直ししてお返しする時にですね、お客様がもう家族の帰りを、ね、迎えるかのようにもう喜んでくださるんですよね。その姿にすごく心打たれまして、ぬいぐるみの治療の技術に特化したぬいぐるみの病院を作りたいなって思いまして、でそれがきっかけで会員することにしました。身体測定入ります。変わらないようにお帰りしてますので、なので最初に測っておきますね。次は中型を検査していきます。ぬいぐるみにはですね必ず綿口があって、たまちゃんの場合はここですね。1箇所手縫いの糸をほどくとこんな感じで
結構固まってましたね。顔が 24g。 次にお腹ですね。ここで裏側からおけががないか見ていきます。ぬいぐるみさんって表側からだとこう毛が生えていて、で生地のおけがに気づきづらいんですね。なので裏側から見ることでしっかりとおけががないか確認していきます。あとちゃんと縫い目もほつれたりしてないか見ていきますね。元に戻していきます。でこれで以上で検査終わりましたので、お風呂エステ入ります。この中にですね、このたまちゃんに合う、お疲れに合うような溶剤を調合してもう入れてあります。たまちゃん入ります。いい湯だな。可愛いですね。ちゃんがお風呂から上がってきました。お腹綿を入れていきます。ふかふかの綿をご用意しました。次にお手手が 2g ですね、はい、手と足入りました。体 16g ですね。均等になるように入れていきます。一番お顔の綿入れがね重要なので、元の綿を取る前のお顔立ちに戻るように表情を見ながら綿を入れ直していきます。元々のタナちゃんのお顔と照らし合わせていきまして、元の表情と近いかここで合わせて見ていきます。こちらこのハートですね、体の中に139g ですね。もともと来た体重と同じになりました。ここで綿口を閉じていきます。では元のように綿口を閉じていきます。こんな感じですね。ちゃんは今毛並みが少しゴワゴワしているので、なのでストレート矯正というものをおかけして、で元の状態ぐらいにまで毛並みを回復させてサラサラにしていきます。お待ちしておりました。お世話になります。あー、いやいやの、慣れてみるとあのゴワゴワしていたところが、そんなに違うの？ね、違いますよね。なんかそうそうそう、顔が、はい、その入院する前はすごいこう、はい、ペターンとなってたじゃないですか。それがもうふわふわになっていて、生地変えてないですね。生地変えてない。そう、変えずにねこのぐらいまで復活できるので。嘘でしょ。ね、正直この背中の部分とか、はい、絶対綺麗にならないだろうって思ってたんですけど、今はもうほぼこの後頭部と背中の、ね、はい、境がこう分からないぐらいにまではね。こんなに変わるものですか。よかったです。かわいい、ね、何が起きたんだろう本当に。涙が出そうな感じです。もともと正直入る前はずっと一緒にいたから、そんなにすごい汚れてるなっていう感じはなかったんですけど、めちゃくちゃ白くなってて、頭巾のとことかもかなりピンクが鮮やかになっていてびっくりしましたし、こうたまちゃん自身も嬉しそうな顔をしていて、本当に入院させてよかったなって思います。ただいま。お世話になりました。
チャンネル登録よろしくね。